スマトラヒラタを掘り出していきます。いいよ。うわ、うわ、すごい、すごいね。この中だよな。うわ、硬そうだね。あんまりブサって刺さない方がいいんじゃない？ああ、幼虫じゃない？ねえ、いるかもしれないから。うん、いや、いるでしょ。おおおおお、やばいよ。やべ、やばいね。もう出てくんじゃねえの？出てくるかもね。ひっくり返したら？ひっくり返す。うん、こうやって、いやいや、こうやってほじったら。スプーン、スプーン、スプーン、スプーン。ほら、どうだ？なんか多分動いちゃったんだよな。あ、いた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 。いたよ、ほら。いた。わお。うわ。おお。これやばいんじゃない？手、痛いんじゃないのこれ。あら、ちょっと羽が。あ、じゃあまあ。羽が開いてるね。ね。どうどう。もう結構かっこいいわ。結構いいね。すごい元気いいわ。ね。でっか。でかいね。これ挟めたら血出るでしょ。出るかもしれないね。こういう時だよ。すごいわ。見せて。うわー、かっこいいな。手に乗せて大丈夫なの？ね、痛いな。でしょうね。ちょっと置いてこれ。次だな。次だね。うん。これは？もう結構ボロボロになっちゃってるな。結構ボロボロ。いる？え？あ、いた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 。どうなのこれ？ちょっと細いな。細い？うん。そうだな。これあんま大きくないな。うん。ねえ。うん。いて。やべえこれ。ちょ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 、これ痛えな。じゃ、力は強い。うん。まあかっこいいけど普通だな。普通。うん。ねえ。うん。はい。さらに次だね。さらに次。これも結構ボロボロだ。ボロボロなの。おらららら。もういたわ。これはまあどうなの？もうまあ顎はねそんな太くないね。うん。俺ここ触ったの初めて。怖い。ここ触んないだろあんまり。うん、触ったことあんまないな。ねえ、すごいくもないね、これは。そうじゃない。もう何だろう。どう、もういたわ。いた、早いな。怖え。ん、これすごいんじゃないの。なかなかでかいぞ。でかいでかい。見せて。ほら。ていうかよくパパ触れるね。うん。これ触る。ここがね、この逆歯がいいよね。このシワが。ね。うん。逆歯って？このほら。線が入ってるでしょ。うん。でかっ。これでかいね。うん、でかい。これ今んとこ一番じゃないの。うん、一番。ねえ。うん。
ごいな。ね、スプーンでやんなよ。スプーンで。スプーン、まあ、ボロボロだね。ボロボロだよ、先出したもんか。おお、これどうなの？さて。ん？これもすごいんじゃないの？これすごいんじゃないの？これ。え？どう？結構すごい。これ結構すごいんじゃない？ほら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 。すごいよね。ジュンが持って。持てるのかな。ちょっと痛いよ。でが、じゃあ見せてよ。すごいね。うん。すごい。これまあまあ太いよ。これ一枚なのかな。あとで測ってみようか。うん、測ってみよう。ね。いいよ。いいんじゃないですか。なんかもうひっくり返してもいいんじゃない。返して。あ、いたいた。いた？よいしょ。おう。これはどうだ？お、細。これ細くね？細いね。ね。これ大差はないな。うん。ね。だんだんここも触れるようになってきたわ。うん。なんかノコギリクワガタと同じみたいだわ。え？全然違うだろ。あー、挟まれそう。助けてー。挟まれんなよ。絶対痛いぞ。すごい。すごい。めっちゃ立ってる。うん。逆に立てる。怖っ。怖っ。あ、怖っ。怖っ。危ねえわ。こいつ怖えわ、ね、うん、顎細いのに。あとはさ、こうもう先に出しちゃったやつとかも見せてく？うん、これなんかはね、かっこいいけどね。本当だ、顎は細いよね。ああ、確かに、ね、ジュンそっち、こう、あれだったの、うん、もう少し細い。次これだね。これなん、まあ大したもないね。うん、でもでかいんじゃない。まあ、でかいはでかいね。これジオンの手で、ね、ジオン持てんじゃない。さあ見せるとさ、超でかく見えない。見える。でもやっぱりこのこっちのやつだとさ、これすごいんじゃない。決まってよ、うん、やっぱさっきの、うわ、でけえよ、やっぱり。ほら全然違うよ、頭が、ね、な、すごいじゃん、これかっこいいな、これ。これどんぐらいなんだろう。わからない。そんなでもないのかな。どっちの方が大きいんだろう。多分俺こっちだと思う。でも結構でかいぞ。どれ。こんなもんじゃないの。お、もうちょい行くな。お、引っかかるね。まあこんなもんかな。96、7ぐらい。7あるかもな、これ。うわー、すごい。すげえ怖い。顎幅がさ、怖い、これ。それ気をつけろよ。見せて見せてよ、これ。やばいじゃん。やばいやばいやばい。おろしていい？いいよ。キャー！この顎幅が、ん？でかい。これってどこまで測るんだろうね。お、ちょっと待てよ。こう測った方がいいのか。13.3 しかないのか、これ。
思ったよりちっちゃいから。これ大差もないね。頭どんぐらいなんだろう。34.0 かこれ。8か。ああ8だね。さっきのもう一匹の方見てみようか。これもう一匹の方か、さっきの。これの方がなんか体調はないんじゃないの？多分。ちっちゃい？うん。そんな感じするよね。ほら。ないね。93.9、まあ94とかなんか。これは？ちょっと待って。この顎幅が、もう俺怖いからこれに乗せる。顎幅こそなんか難しいな。難しい。こんな感じかね。うん。でも小さいからあれなのかね、余計太く見えるのかな。多分ね。でもこれが一番かっこいい気がするな。さすがにでかいよな。ほらでかいよやっぱり。これいいね。これ今回一番じゃないの？一番。ねえ。じゃあ1位2位？うん。あんま変わんないな。何が？うわ、いって刺さるね。爪長いのか。うん。すげえな、こりゃ。そりゃすごいでしょうね。ね。だんだんおもちゃに見えてきたんじゃないの？うん、だんだんおもちゃだよ。こんなもんおもちゃに見えてきた。いって。取れないときね、お尻トントンって押せば出てくるね。うん。これでもやっぱすごいな。でかいわ。測ってみたらいいでしょ。測ってみる。おお、気をつけろよ。うん。そこってギュッと押さえる。目のところさ、測んだよ。もっと差し込んだ方がいいんじゃない？そう、ここで測った方がいい。奥にこう入れて、そうそう、ここ。で、ぶつかったら見えるじゃない？33ぐらい。33？ それ。うん。うん。33。結構でかい。結構でかいね、これは。うん。今日はここまで。バイバーイ。